まあ、このステージの上にあるこのマンフロットと、スマートフォンのセットは全くその揺れなかったということなんですね。で、ちょっと検証動画を引き続き作ってみたいなということで、現在、マンフロット対、ベーシストというよくわからない番組の企画を現在 JK さんと立てて、というわけでケロチャンネル緊急スペシャルです。イエーイ。いつもの当チャンネル、番組準レギュラーの JK さんです。そして今日は、JK さんのね、はい、スペシャルゲスト、ま、そうスペシャルゲストということで、僕が尊敬している、はいはい、JK さんがあのオファーしてくれました、はい、当チャンネルでも、まあまあなんて言っちゃ失礼だまあまあなんて誰が言ってんだよ、おい、はい、おい誰が言ってんだよちょっと待ってさ、はい、すいません久々のスタジオ収録なんで、まあね、テンション上がってます。そうそうそう、ごめんなさい。はい、というわけで今日はスペシャルゲストのユミさんです。あー、もうめちゃくちゃ可愛いですよ。もうなんかもうね、女の子ね、あの出した方が再生数上がるけどよ、これすごくないですか。すごい、このベースは一体なんすか。自作ですか。自作です。そうそう、すごい。で、まあ僕がここら EMG っていうピックアップに、はい、乗せ替えまして、はあ、すごいですね。じゃあ、はい、というわけで、今日はですね、はい、かねてからですね予告しておりました番組、そう、はい、人類対三脚、イエーイマンフロット対ベーシストをやります。というわけで本日のもう一人の主人公、マンフロットのピクシです。ミニ三脚です。果たしてミニ三脚は、マンフロットのミニ三脚はベースの音圧に耐えることができるのか、今回、ケロチャンネルでやってみたいと思います。さあ、早くもやらかしてしまいました。ケロちゃんやってしまいました。はい、ジュースを落としてしまいました、はい、すいません、はしゃぎすぎました、はい、大丈夫ですよ、はい、というわけで、ついに始まります。始まります。マンフロットのこのミニ三脚はベースの音圧に耐えれるケロ、ベーシスト対マンフロット、人類対三脚、世界初の戦いです。では始めていただきましょう。どうぞ。はい、ということでテレビをつけましょう。はい、言うてない。これはあれですかね、マンフロットの圧勝ですかね。マンフロット圧勝ですね。実際なんか撮影しててすごいビンビン体にこう音圧感じるような環境だったんですけど、まあ、あの見た感じ全然ブレてないんですけど、このカメラ自体に今スタビライザーがオンになっているので、はい、三脚が強いのかスタビライザーが強いのか分かりません。というわけで今度はカメラのスタビライザーをオフにして、手ブレ補正をオフにしてユミさんに再びリベンジで、はい、It's my life をやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。 It's my life。We'll be right back.
マンフロットのミニ三脚揺れませんでした。今んとこ2002勝です、うん、というわけで我々人類としてはどうしましょう。我々人類物に負けてます、はい、じゃあもうちょっとブーストしましょうか。音ラスト3回戦目人間が徹底的に揺らすぞということでマンフロットは勝てるのか。やっぱりジャンプすると床の振動でこうガン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 やっぱりね、あのでも本当揺れが微妙でしたね。そうそうそう、思いのほかすごかった。めちゃくちゃマンフロット健闘しましたね、うん、というわけで、検証結果なんですが、はい、マンフロットのこのミニ三脚のピクシは本当に揺れないということで、うん、すごいですね。すごかったっす。すごかったっすね、JK さん。すごかったっすね、本当に。その星は、その星は何いけろ。いや、これその星は何いけろ。新しい小道具です。ここにあの広告走らせてもいいんで。Amazon COJP。そうそうそう。なんでお店とか。いや、マンフロットにしようよ。そうやね。いやいや、あの、この番組はマンフロットから何も提供を受けておりません。はい、はい、この三脚は、近所の電気屋のセールで買いました。はい、というわけで、ユミさん本当にありがとうございましたけど。楽しかったです。人類対三脚、マンフロット対ベーシストの戦いは、マンフロットの勝利に終わりました。ということで、皆さんまたお会いしましょう、ケロケロ。対決は終わったけろけど、はい、JK さんが俺もやらせろと言う。許さん絶対許してやるということで、マジで妙なことになってまいりました。カメラはちょっと変えまして、iPhone6S ですね。 JK さんにこの前、バッテリー交換していただいた、スマホケロということで、スタビだから絶対揺れないと思うけろよ。はい、由美さんすみませんね、ちょっとしおらしく休んでいただいて。すみません、なんかすみません、なんかものすごい絵面なんですけど、こうあのスタジオの隅でこう美しい女性がティーカップを持って、その横でなんかプラモヤのおっさんみたいなのが何をやってんだよみたいな。え、行くの？はい、オッケー、じゃあやってくれっけろ。揺れてないと思うけどよ。揺れないね。揺れてないと思うけど、ちょっと。